ではダンスブレイク後のサビパート前半の振り付けに入っていきます。最初足を肩幅ぐらいに開いておいて、手を一度下に当てて、その瞬間に上に上げます。上に上げたら落として前で掴みます。最初当てた瞬間上げて落として前、もう一回せーの、トントントンです。来たら手は下に開きながら、足を左右で歩きます。でその時に胸も左右出します。最初からせーの、当てる、落とす前、左右。来たらこのまま胸を4回、1、2、3、4で下に行きながら落としていきます。胸出してるところから1、2、3、4、最初からせーの、当てる、下前、左右、1、2、3、4。もう一回せーの、当てる、下前、1、2、1、2、3、4。来たら体を左斜め前の方向にして、足を左右左右で振ります。左右左右で4回目、右足踏んだ瞬間に右手を左下にさせて、すぐにグーにして肩の上に持ってきます。右足踏んだ瞬間にトトンです。1、2、3、4したら左右左トトン、もう一回1、2、3、4したら左右左トトン。来たらこの右手右肩を4回下に1、2、3、4打ちます。せーの、1、2、3、4。来たら足を右足前でクロス開く、1、2、3、4落としたら左右左トトン、1、2、3、4トントンです。もう一回落としたら左右左トトン、1、2、3、4クロスパ。一度最初からいきます。せーの、当てる、落とす前、左右1、2、3、4、左右左トトン、1、2、3、4クロスパ。もう一回いきます。せーの、当てる、トントン、1、2、1、2、3、4左右左トトン、1、2、3、4トントン。来たら足を開いた瞬間に体を一瞬当ててそのまま伸ばします。来たら自由に1、2、3、4、5、6、7、7回好きなところでヒットします。でまず伸ばすときのポイントは、当てたところから当てて違うところに行かずに、当てたらそのまま同じ方向に流すことが大事です。当てて跳ねるんじゃなくて、当てたらそのままの流れに乗ります。次ヒットするときは腹筋を締める力と腕を一緒にヒットさせます。で、ずっとリ
力んでるとこのヒットが見えないので、基本的に力は抜いてて、入れる時だけドン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 とヒットさせます。クロス開いた瞬間に入れる、ここから1、2、3、4、5、6、7、来たら足、左足を内に持ってきて、右足を左に出します。で、その時に手を斜めに置きます。ここまでです。もう一回クロス、パーした瞬間に入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9です。もう一回クロス伸ばす、1、2、3、4、5、6、7、1、2。では最初からやってみます。いっせーので、上げる、前、左、右、ではラストもう一度やって終わりにします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。